お疲れ様です。バーファイブ YouTube 支店バーテンダーの直人です。今日のおすすめはこの子、1990年代バーボンウイスキーカウンティエイジ。簡単にご紹介したいと思います。この子は同世代のイエローローズのスタンダードや1492を彷彿させるような火災前の柔らかいヘブンヒル原酒らしい子です。ストレートで飲むと口当たりはまろやか、柔らかい村人感にほのかなお菓子屋さん感、ちょっぴりとしたハーブ感も特徴的だと思います。さらにこの柔らかさで余韻が長いのも素敵なことだと思います。しかし驚いたのはソーダ割り、ハーブ感がぐっと増し、ミントのような清涼感も現れ、まるでカクテルのように楽しめるので、ソーダ割りも個人的には非常におすすめです。ヘブンヒル蒸留所は1980年代後半から約10年間、昔あったブランドを復刻させたり、他社からブランドを購入したりして、たくさんのブランドを所有し、地域限定などで薄利多売でリリースしていました。そのブランド群たちをキャッツ&トップスと呼ばれますが、このカウンティエイジもそのうちの一人です。ヘブンヒル蒸留所のブランド群たちのボトル形状なのですが、1990年代頭まではここの部分につなぎ目があることでも結構知られています。90年代半ばからこのつなぎ目がなくなり、スルッとするのですが、カウンティエイジ、このつなぎ目がなくつるっとしたものを見たことがないという話が多いので、おそらく1990年代頭には終盤になっているのではないかと個人的には考えています。熟成年数はおそらく4年、度数は80プルーフ40度。柔らかい当時のヘブンヒル原酒がお好きな方には個人的にはめちゃくちゃおすすめでございますので、出会いましたらぜひご賞味ください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1990年代バーボンウイスキーカウンティエイジ、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方ぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまもなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。